じゃじゃん。嬉しいな、こんな。みんなでこんなお誕生日祝っていただけるの本当嬉しいな。3年4年前まで悲惨やったからね。悲惨豊かな、コモちゃんとね、コモが金やとね、コモちゃんがリアル誕生日、父さん、仕事ばっかりしたらあかんよ、行こう言うて、二人で、リアル誕生日にね、お寿司二人で食べ、とコモちゃんにおごっていただいて、コモちゃん飲めへんのにね、いいシャンパン開けてくれて、ね、男気あるからな、あいつは。そんなこともありましたね。あとね、ある時なんかは、あら、あの、ゲイのね、友達、5人とリアル誕生日、焼き鳥食べに行ったことあったな。なんやなんや、こんな、このメンバーかいなんて言いながらほんま嬉しかったんですけどね。僕はね、まあそっちじゃないんですけどね、そっちの友達もいて、ね、そう、大好き。大好き？うん、そう大好きなんだね、そういう友達。僕はそっちちゃうだけなんですけどね。それじゃ皆さん、準備いいですか？準備、一緒に歌ってくださいね。一緒に歌ってくださいね。僕ばっかり恥かかさんといてくださいね。いいですか？いきますよ。Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear. としさん。自分のこと言ってる。Happy birthday to me. 自分のこっちゃ、自分のこっちゃ。ありがとうございます。おらんな、こんなやつおらんな、一人で一人で誕生日祝ってハッピーバースデートゥーミーって喜んでたやつ、こんなやつおらんな。よし、いただこう。え、みんな、ん、笑い方が返す。ちょっといただこう、いただこう。みんなもこれ、これね、あ、そう言うたらね、今日食べよう言うてんのに、今日来てくださったお客さんも、あれ美味しかったです、え、食べたんですかって、食べました。だから300本売って多分もう100人ぐらい食べたあるかもしれない。いただきます。え、みんなもう食べてある？みんな食べてる？みんな食べてある？これからまたくれた、ああ待ってくれた、あった、おう、あー、おいしい。こと、このね、あ、何度も言うてますよね、僕の普通に美味しいっちゅうのがね、僕大事なこっちゃもんですよ。何度も言いましたよね、普通のおせんべい、普通のおせんべいなのにすごく美味しいとか、そういうのが強いですよね。
ほら色濃いでしょ、ね、濃かったらいいやつっていうわけじゃないんですけど、あー美味しいことね、え57年間生きててよかった、ほんま親父か、親父じゃっちゅうねんね、十分親父じゃっちゅうねん、もうねえ、何でも何でも言うてるよね。あ、僕波平さんよりも年上ですからね、波平君っていう年ですからね、僕それがどうしてって感じですけどね。あ、おいしい、うん、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。ねえ、ほんと今日も来てくださったお客さん、さっきも言いましたよね、500人ぐらいにおめでとうございます、おめでとうございます、高島屋ありがとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、名古屋高島屋、名古屋高島屋、このホテルが帰ってきてるの、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、こんなありがたい話あるねえ、ほんまありがたいことですね、うんうんうん、うん、芸能人みたいなやつちゃう、ちゃいます、芸能人ちゃいます、僕は、あの、それはちゃうんですね、うん、僕は料理人ですからね、でも、料理人だってね、こう頑張ったらそうやって、あの、みんなをお祝いしてくださるって、ええこじゃないですか、ねえ、うんうん。